どうも、皆様、こんにちは。マイブです。ということで、10秒間ずっと黙ってました。はい。ということでね、早速、実況プレイパート86か87、わかんないけど、やっていきたいと思います。よし、そうか。おう。わずかいものです。あれ、そんなの預かってたっけ？まあいいや。はい。あ、確かレイチェルから預かってましたね。どうぞどうぞ。はいはい。はいはい。服ですね。オレンジソードの服。おお、目の前で着替えるか。あー、似合う。はいはい。あー、マジで？そこであかんって。え、さっきまで着てた服うまいボケにあげるってさ。え、これマジで？ちょっと、直に着てたものをくれるって、お前、大丈夫か、お前、それを。お前、大丈夫か、これ。ちょっと画面の前で全国の良い子たちが見てんだぞ、お前。あかんでしょ、ちょっと。今まで着てた服をあげるのは。まあ、いや。まあね。まあ、はい、やっていきましょう。ここについてはあんまり深入りしない方がいいですね。さてさて、ではやっていきましょう。なんだ？なんか飛んでる音がするけど。よく見るとなんかこいつ、のみがついてるんでね。よく見るとのみついてますね、この人。人じゃないか、クマか。よし。うわ、うい。のみだ。あー、かゆっ。よし。はい。あ、はい。ブヒブヒってお前それ、トンコのお前影響だろお前。お前クマだからどっちかっていうとガオじゃないのか。まあいいや、ではやっていきましょう。なんですけれど、いろいろとお話ししたい人がいます。はい。なので、ね、話していきたいと思うんですけど、まずその1、フレンドコード交換してください。通信しましょう。のコメントがね、あと、つらいんですよ。ちょっと、こんな言い方するのが悪いんですけど、コメント、そういうフレンドコード交換についてのコメントはもうやめてください。もう、僕もね、散々なんですよ、もう本当。辛いんですよ、見てて、本当ね。フレンド交換したい気持ちは本当やまやまなんですけど、本当できないんですよ、現在。本当すいません。本当これはね、もう本当、僕の複雑な気持ちで本当毎日迎えてます。本当、そこは申し訳ございません。なのでね、ちょっともう、お願いします。もうフレンドコード交換しましょうなどのコメントは一切書かないでください。お願いします。もしね、これまで言ってもね、続くようでしたら、もう本当、この動画にずっと字幕で、ここの右っちょくらいに、フレンドコード交換は受け付けてませんってやるか、それとももはや、もうその人をブロックするか、ましてやもう、本当、コメントを無効にするか、そうにして、とかね、ちょっとやりたいと思います。本当お願いします。本当もうやめてください。本当、したい気持ちはやまやまなんです。すいません。おう、レイチェルしました。はい。男子用トイレとかいらない。なんでお前が男子用トイレもらうのお前。お前、メスだよな、お前。ちょっと、いろいろとおかしいって、今回。今回、ちょっといろいろとおかしいよ。じゃあ、もらっとく。もらっとく。はい。男子用トイレもらってどうするお前は。お前。何なんだちょっと、この村の、メスの動物たちはおかしい。どうね。さっきまで普通に来てた服をあげるしさ、なんか、なぜか男子トイレを、なんか持ってるしさ、おかしいってこの村の人は。はい。で、はい、ですね。ガビ君。引っ越すようです。はい。前々回ブルースが引っ越しましたよね、そういや。いやーなんか同じ感じの部屋と同じ感じの性格の人がね、一気に出てくというのもまた悲しいですがね。おっす。おう。おう。あ、なるほど。ちょっと記念に一枚取っとこう。はーい、チーズ。あっち。よし、おい。お願いなくなった。少しそっちが作れるな。ガッハッハ。よし。じゃあ、ありがとう。ガビ、ありがとう。君のことは忘れないよ。わかんないけど。よし。でなんですけれど、二つ目なんですけれど、あのですね、
と、先日ですね、1週間くらいずっと動画の方をアップロードしてませんでしたが、それは本当すみませんでした。まあ理由としてはですね、また撮影器具の方を修理しておりました。はい。すいません、本当撮影器具はね、もうおかしいんでね。まあすいません。と、まあね、詳しいことなどはブログを始めたんで、ブログをご覧ください。よし。おう。なんだっけ ?6 時半。今何時だ?もう何時 ?5 時57分。まだまだやん。はい。あとさっきからさ、まあ、すいません。さっきから見てもわかる通り、こういう風にちょっと、バリケードをちょっと作りました。はい。まあ理由はなんですけど、理由はですね、ついに、飛び盛り逃走中をね、開くことになりました。はい。ってことでね、飛び盛り逃走中、近日アップロード予定いたします。はい。なんですけれど、こちらの方は、逃走者募集はしておりません。こちらの方のね、逃走者募集もしてないので、逃走中参加したいですなどのコメントもね、速攻でもう削除させていただきます。はい。本当、何度も言いますが、通信したい気持ちはやまやまなんです。本当すいません。なのでね、もうちょっと、のんびり通信会はもう出しません。はい。通信してる時の動画を見るとですね、やっぱ皆さん通信したくなっちゃうので、やっぱね、そういう人はやっぱかわいそうだなと思いまして、もう通信会の時の動画は出さないことにしました。ごめんなさい。まあそんぐらいですかね。そして結構村を整理しまして、逃走中をすぐさまできるようにいたしました。はい。ここがね、牢屋としてやっていきたいと思います。はい。まあそんな感じですかね。で、あとついにコンビニ公園も完成いたしまして、こうなっております。はい。で、あとちょっと、コンビニ村の夢なんですけれど、先日、はい、なんと6000人突破いたしました。ありがとうございます。なのでね、ちょっとこれからはしばらく毎日更新していこうかなと思います。なので、よろしくお願いいたします。はい。で、今回はやることがどんどんあるんでね、やっていきましょう。さてさて。ではですけど、今日ね、撮影日が5月26日の日曜日ということで、撮ってるんですけれど、画面左下にも出てますね。なんですけれど、ですね、今日、まあ、ここが少しサッカーの話なんですけど、そこら辺はご付き合いください。今日ですね、UEFA チャンピオンズリーグ、ヨーロッパ一のクラブを決めるね、サッカーの大会があったんですけれど、ちょっと僕の応援してるチームが見事決勝戦まで行ったんですけど、なんと、負けちゃいました。ほんとね。いや、ほんといい試合だったと思いますよ、でも。はい。朝の2時くらいからね、もう5時、6時までずっと生中継見てましたが、いや、ほんと残念でしたね。なので、ちょっと今、眠いです。はい。テクサンデーではやっていきましょう。と、他に何か言うことあったけれど忘れたな。オッケー。すいません、今回もグダグダで。まあいいや。よし。ではやっていきましょう。ちょっとのんびりやりたいのにね、のんびりできないね。すいません。さてさて、これはなんだ?され?何されって?あ、セールか。セールか。なるほど。セールね。セール。これは、キリンだから、あ、じゃあ、グレースだっけ?グレイシーズだっけ?もう名前忘れたけど、そんな名前のやつがバーゲンやってるのかな?じゃあ、ちょっと見てみようか。行ってみようかどう。はい、どうもどうも、こんにちは。特にないね。これさ、これなんかマリオとか入れてくる山だよね、これって。はい。さてさて。ってことで来ました。グレイシーズ。どうも。一時のミーネブティックのセールは、ザークションのわけじゃないのよ。おー、それはいいね。今1250ベルしかないけど。え?何もない。何もない。
ないんだけど、ここ。え、なんでこれ、売れちゃったの、ほとんど、バーゲンで。マジか。特防、久しぶり。はい。あ、なるほど。え？水玉のパンプス。ああ、すいません。見てるだけです。と、うお、服も。と、そうだな。これってさ、闘牛士の服。なんか、AKB48 とかがなんかさ、着てそうな服だよね。こういうの着てなんか。こういうの着てなんか踊ってそうだよね。AKB が。もう AKB の服と私よくわかんないんですけどね。もう見えない。高い。高い。あ、ちなみに今履いてるこのね、穴あきデニムももうここでかなり前に買ったものです。はい。と、レザーパンツ。履いてみたい。おぉ。はい。あー、高いね。さっきからさ、ここの一番偉大のこの服になってんだよ。なんか、いいんじゃないこれ。虎のスカジャン。いいね、スカジャンかっこいいね。着てみたい。おぉ、いいね、いいね。おぉ。あー、高いよ。高い。よし。ちょっとセール。これセールしてんのか、これは。トランプセール。お値段は。白いよ、バーゲンくらい。で、これってさ、ウェディングケーキだよね、これ。パパパパーンのあれね。おぉ。お値段は。何、6万ベル。まだ結婚式を挙げる予定はないんでね。まあ、まだいいです。はい。さて、もう12分ですか。早いですね。ですね。あと、もう一つお願いがあるんですけれど、動画には動画の感想などをちょっと書いてほしいです。はい。逃走中に参加しませんかっていう、コメントをいただくのは嬉しいんですけれど、確かに逃走中の方は参加させていただきたいと思います。はい。なんですけれど、まあ、もちろん逃走中の時の模様は動画で撮って YouTube にアップロードしたいと思うんですけれど、逃走中をやった際は、すいませんが、フレンドコードをさせていただきます。申し訳ございません。なのでね、それでもいい方は、ぜひとも逃走中参加させてください。なんですけど、その参加を、まあ参加申請する際なんですけど、YouTube で僕にパーソナルメッセージを送ってください。はい。なので、ね、その記載方法などは、チャンネルの説明欄に載せてあるのでね、そちらの方をちょっと参考にして、ちょっと送ってください。すみません。はい。あとですね、たまにパーソナルメッセージや、ツイッターとかの方で、フレンドコード交換しませんかってわざわざしていただける方もいるんですけど、どんな手を使ってきても、フレンドコード交換はできません。すいません。なのでね、現在フレンド交換をまあ知ってある方はですね、ちょっと昔からの結構の中の方とかね、そういう人のみ知っております。はい。で、これは、緑の鬼瓦。鬼瓦。と、特にないね。よし。さてさて、やっていきましょう。いやー、ちょっと自分で言うのもなんなんですけど、今回のパートつまんないですね。単にね、うまい棒くんがね、何々やめろ、何々やめろって言ってるだけのね、単なるもう本当、すいません、本当つまんなくて。はーい、もうネタがないんですよ、もうパート86まで来ると。よくコメントでね、長いとかさ、よく86まで来たなとかのコメントいただくんですけど、なんかね、飛び盛り実況撮ってるうちにこうなっちゃいました。すいません。でですけど、ちょっと見てほしいものがあるんですよ。はい。と、こちらです。はい。1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万。いや、1000万、1000、1000万、1万404メル。いや、素晴らしい。ちょっと1000万を、なぜか持ってました。すいません。まあ、謝ることじゃないんですけれど、この1000万ベルはですね、いろんな逃走中の方とかに出させていただきまして、それもちょうど撮影器具の方を修理出してる時期だったんですけど、フレンドの方の主催の逃走中に参加いたしまして、それで、
逃げ切ってなんと500万ベル獲得できまして、それでこの1000万のうちの半分がね、相当措置の賞金となっております。で、残りの500万のうち、200万は元から持っていたんですけど、300万はですね、周りのフレンドの方からですね、結構、チャンネル登録者1000人記念というクソでいただきました。皆さんありがとうございます。ほんと、嬉しいですね。ありがとうございます。ということなんで、今回はそろそろ終わりにしたいと思ったが、ちょっと忘れてた。今回はね、一大イベントをやりたいと思います。はい。ついに、今回、カフェの方を建設したいと思います。拍手！いやー、ほんとね、カフェ作らないんですかっていうコメントもよくいただいたんでね、ついに、コンビニ村にカフェができちゃうんですよ。できていいんですか？うーんです。はい、いいんですよ。できちゃいますよ。はい。よし。はい。どうも。公共事業やりますよ。はい。新しい事業。よし。カフェ、29万8000ベル。よし、やろう。おう。やります。いつやるか。今でしょ。よし、やりましょう。はい。カフェがね、建てれるということで、微妙にテンションが高かったりします。はい。よし。ブースもね、村出てったことなんでね。いやー、ほんとね、いいですね。と、問題はこの桃子の家と被んないことがいいんだが、とりあえずここら辺に立ってようかなと今、考えてたんですが、とりあえずここら辺はどうだ？ここはどう？よし。あー、もうちょっと右寄りがいいな。よし。できればさ、最初はさ、ここに沿って、ここら辺に建てようと思ったけどね。この岩とかね、この建物があるのでね、多分無理だと思うので、とりあえずここら辺にやろうかなと。よし。うん。決めちゃう。よし。いいね。よし。いいね。おい、おい、おいし、はい。あ、はいはい、失礼します。ということでね、いや、ほんとに楽しみですね、カフェができるの。まあ、こちらの方は、フレンドの方に協力してもらいながら頑張って立ちたいなと思います。あ、もちろん自分もね、まあほんと、10万ベルくらいは、いただいたベルを使って払いたいなと思います。で、これ、今回はここでエンドスライしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。化石だ。あ、でも化石コンプリートしたからもう言えないんだけどね。まあいいや。で、これ。はい。よし。よし、曲しちゃう。1250ベルしかないから、とりあえず、1200ベルをやって、あとの50ベルはちょっとうまい棒を買うために残しておきましょう。ということで、今回はここでエンドしまいしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんですけれど、次回はね、このカフェが完成したら、カメラの方を回そうかなと思います。まあね、どうせね、多分もう、これを収録してる3日後くらいにはもう完成してると思うんですけどね。では、今回はここでエンドしまいしたいと思います。いつも応援をありがとうございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。まったねー。